はようございます。今日は第14節ホームでアグレミーナ浜松戦ということで、一足早く会場に向かってます。時刻は、まあ、朝8時ですね。前節のアウェーナーの戦で、まあ、イエローカードをもらって、今日は累積欠場ということで、アグレミーナ浜松には僕個人的なところですけど、コーチに金井和也コーチがいて、前期ですね浜松のアウェーでやった時は1-4で、まあ、負けて、次絶対負けないですよっていう話をした中で、本当はね対戦したかったんですけど、今日はねスタンドからの応援ということで、どんな試合になるのか、僕はもうね試合に関わることができないので、それでもやっぱり広島 F ・ドゥ選手の一員としてやるべきことはあるわけで、準備の部分からそうですけど、まあ販売であったりね、もちろん応援であったり、自分から進んでできることがたくさんあるだろうし、主役はピッチに出る選手たちなので、今日はねいつもこうやって運営をやってくれてる方々へ感謝の気持ちを、ね、行動で示す時間であり場所であると思うので、サポーターともいろんな話がしたいし、今日はこういつもと違った角度で試合に携わることができる、どんな風になるか楽しみです。で、間違いなく言えることは、チームのために何ができるか、それはもうピッチの内側だけじゃなく外側でも貢献はできるし、いろんな形があると思う、そんなことをできたらなって思ってます。選手たちは必ず、まあ、ピッチで熱い気持ちを表現してくれると信じてるので、必ず勝ってロッカールームで写真が撮りたいですね。はい、おはよう。おはようございます。おはよう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 。いや、なんかめっちゃ前から言えないじゃん。頑張ろうや。あ、大丈夫。絶対カットするよ。いや、分からん。おはようございます。よろしくお願いします。知ってますね。手際がいい。お疲れ様でした。今日はこれ観戦もされてくんですか。はい。みんなのエールでチーム勝ってもらえるように後押ししてください。よろしくお願いします。頑張ってください。じゃあまた後でね。また後でね。バイバイ。まあ、今日はねホームゲームここでやるの最後なので、みんなで頑張って応援して勝ってもらえるようにエールで後押ししましょう。待ってください。いつも上ありがとうございます。いやカットカット、いや絶対カット、勝ってもらいましょうね。頑張りましょう近藤さん。勝ってもらいますよ。あ、そうですよね。そうですよ、俺は今日出ないんで。そうですよね、はい、応援するんで、はい、頑張りましょう。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。いつも準備ありがとうございます。ありがとうございます。今日はしっかり勝ちましょう。はい、応援して、そしていつも通り運営よろしくお願いします。よろしくお願いします。今節俺が見せたいなと思ってる試合は、お客さんが楽しいなと思う試合、それを実現するために何が必要かっていうと、個々の集中力が本当に必要。役割のない選手は一人もいない、絶対に。だ、そこを全員が理解して、魂の触れるやっててよかったなっていう一日で、最後これ笑って写真撮れるような、そういう過ごし方をするでしょう。じゃあ一回解散で、よし、よし、負けが続いてるんで頑張らないとな。アマゾンが勝手にかけてくれた。頼むね。はい。点検ます。どうですか。どうですか。もうやるしかないと思うんで、アマゾンが言ってたように、全員が全員役割あると思うんで、しっかり一人一人が役割全うして、最後笑って勝てるように頑張ります。自分がそのメンバーに入るのは、6試合ぶりで、その間、公式戦でみんなが頑張ってる時に自分は運営をしたり、画面越しでチームの、試合を見ることが多かったんですけど、ここで
自分のその、悔しい思いを全部、試合にぶつけて、でチームにまだ全然貢献できてないんで、貢献できたら、嬉しいんで頑張りたいなって感じですね。かんちゃんどうですか、はい、うどん食べてきたんで体からです。今日のチームのかんちゃんのやるべきこととしてはベンチで声出し、まあいつも通りですけど今日も頼ます。はい、頑張ります。いやまあ今日ホーム戦ってことで、まあ連敗してるし、まあ、絶対勝ちたいっていうのと、まあ、個人的にやっぱこの朝日宅スポーツセンターってところが一番自分も F リーグ出てきた会場なんで、すごい思い入れのあるアリーナだし、まあ、会場も多分ファンが演じに止めてくれると思うんで、まあ、そのファンと一緒に喜べるように今日は絶対勝ちます。ちょっと今夜のこと選手にここはちょっと揺れるみたいなね。そう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 、ちょっと緊張してみます。何ですか、めっちゃ心臓ですかね。だいぶ引く展開にはなってるっすね。でも、うん、はっきりしてていいんじゃない。変に前から行って返すのにどっしり守ってた方が大丈夫。後ろからブロックしてって追い越したりとかしたら、そう、4か3かだけ早く。あー、ワンチしてんだろ。マジいい、やらせてもらえる。あー、ナイス。好きだ。ボワ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 。ナイス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 。もう一本勝利だ。いいぞ。負けてもファン対応っすね。大事っすね。大丈夫。笑顔で。悔しいから俺のプレー見てほしい。って言ったら俺も頑張んなきゃいけないっていう、まあ相乗効果よね。自分で自分を律するっていう。ありがとうございます。頑張りましょう。まあ、ということで終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。思いのところは、はい、試合前も後も言えてないんで、先にそこだけちょっと言わせていただきたいなと思うのは、やっぱ、まあ、試合前に喋ってる選手も多分全員言ってたと思うけど、まあ、何が何でも勝ちたいっていうところは全員チーム全体が意識してきたことやと思うから、まあ、それだけにコミットして全員がやった結果、まあ、6対2で負けてしまうっていう思いっていうのに答えれなかったっていうところ、またこうなるかみたいな感じが打破できてないっていうところが、まあ今シーズンの課題であり、これしたら解決できるっていうのがあれば俺らは多分やってるし、全員でやっていこうやっていこうってしてる中で、やっぱ情けなくて悔しかった試合ではあるけど、自分らでもがいて勝ちに結びつけるってところでしか払拭できんと思うから、それをもう練習から常々全員で言い続けてるけど、戦うっていうところ、まだまだ基準を上げないときついんかなっていうのは改めて思ったし、まあでもシーズン終了まであと2試合しかないし、急激にスキルが上がるってことはないと思うから、そこのメンタルのところ全員でやっていかなっていうのが、今回の試合前の感情と試合後の総括というか自分たちのところですね。メンバー外としてホームゲームの運営にお手伝いするであったり、ピッチ外からピッチで戦ってる選手たちを見るっていう機会を初めて
まあ、今回やったんですけど、まあ、いろんな思いがあるね。まあ、運営してくれてる人たちもそうだし、見に来てくれてる人たちも、なんで見に来たんですかっていう話をしても、まあ、やっぱりこの選手が好きとか、ずっと応援してるからとか、いろんな思いがあって、そういう人たちがやっぱ一人でもいる限り、俺たちは自分たちのためでもあるけど、やっぱ彼らのためにもっていう思いが、こう、なんて言うんですかね、人のためにってなると、自分のため以上にパワーが出る時があるんですよ。メンバー外になって改めて聞くタイミングがあって再実感というか、やっぱ応援されてるってありがたいことだし、なんか自分たちごとだけじゃない、もっと背負ってプレーすることで気持ちであったりプレーってのも変わってくるのかなって、やっぱ一体感が欲しいですね。逆に今は一体感がないと勝てない。もうあとはそこだけじゃないですか、 2,3 週間でできることは。諦めたらなんか、まあスラムダンクじゃないけど、ほんまに諦めたら終了やから、まあそこはもう俺たち最前線に立ってる選手がもうもがくっていうところが一番かなっていうふうには。ということで、まあ今回はこれで終わりにしたいと思います。次の葛飾戦、何が何でも勝ち点3を取りたいと思います。ガッツ見せます。ありがとうございました。ありがとうございました。